ヤコブの手紙第4章何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。低層のない人たち、世を愛することは、神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも、神は私たちのうちに住まわせた御霊を、 妬むほどにしたっておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかしかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。 神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。二心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば、 主があなた方を高くしてくださいます。兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、立法の悪行を言い、立法を裁いているのです。あなたがもし立法を裁くなら、立法を守る者ではなくて裁く者です。立法を定め、裁きを行う方は、ただ一人であり、その方は、 救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですかあなた方はしばらくの間現れて、 それから消えてしまうりに過ぎません。むしろ、あなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。ところが、この通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは、すべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら、行わないなら、 それはその人の罪です。